はい、こんばんは、こんにちは、しまぶです。本日はまあちょっとクラウンいじったので、まあそれの紹介をしようっていうことと、あとは、頑張ってこのファンキーゴースト、まあ暗いんでねちょっとわかんないんですけど、頑張ってノリの跡をそれなりに綺麗に除去いたしました。頑張って。正直ね、この角度やったらね、今までやった光がこういう感じで入ってたらね、ノリの跡ブワー見えてたんですけど、頑張ってね。もう今日もう何時間かけたよ、もう5、6時間かけたんちゃうかな、ほんまに。それぐらい頑張ってノリの除去をいたしました。で、まあそれをやりの、まあ今日ね、ちょっといじってたのが、まずこれっすね。サイドミラーのこの流れるやつを取り付けを行いました。はい。まあこれ多分、結構共通の車は多分あると思うので、まあもしよかったらですね、まあつけてもらったらいいかなと思います。作業的にも片側言うても15分20分ぐらいあれば、全然いけるので、このですね、このまずミラーを内張り端がパリーッと取って、でこのコンソールのカバーですね、これを爪で止まってるんで、それを押し込んでもらったらこれ出てくるんで、これをプラスドライバーで取って、まあ物を交換するという形になります。でこれを最近今日取り付け行いました。で最近ね、あとしたのがこの流れるウインカーの LEDテープもどき、これね正直ね、僕ねあんまつけたくなかったんですけど、買って持ってたんでなんか知らんすけど、なんでとりあえずつけました。で本音を言うと、ここまで行きたいんですよね。ここまで行きたいんですけど、このデイライトがあるんで、ほんまはこれをねからわって、これをね流れるやつにしたいなっていうのもあったりするんですけど、かもしくはこの下をこうグッてかわしたいなというのがあったんですけど、バンパー外すとね、ここのクリアランスほぼないんですよ。ないんでね、買ったやつが結構ね、それなりに分厚いんで、ちょっと難しかったんで、ここのね、ちょっとだけの、あれに断念しました。雰囲気ちょっと微妙なんですね、正直これに関しては。もう僕も正直ダサいと思うんで、これはもうなしかなっていう感じですね。一応これは、デイライトの時は青色になるって感じですね。今のとここんな感じかな。結構ね、このね、サイドミラー流れるやつ結構ね、お気に入りな感じなんですよね、正直。あんまつぶつぶ感ないんで。カメラ越しではつぶつぶないですけど、現物でもつぶつぶないですね。で、あとは、そうやね。あとはこの、下にバックフォグつけました。で、なんでか知らないんですけどね、これね、一パターン壊れてしまってて、今ブレーキで点灯するようにしてるんですけど、ブレーキで点灯、まあ一応、今言うてるところで多分動画流してると思うんですけど、ブレーキで点灯してて、で、僕ね、アクセサリーでね、このね、ほんまはね、ここがまあ普通に光るんですけど、こことね、ここにバーみたいなのがね、あってね、わかるかな？ここと、ここのね、バーみたいなのが、それをね、アクセサリーで、光らそうと思ったら、それがなんでかしら、多分 LED が飛んでもとですね。なんでか点灯確認したときはついとったんですけど、なんかしらつかなくなってしまって、今はこの普通のここしかつかない状態になってて、それを今ブレーキ踏んだときしかつかないんで、光量落としてリレー使って、アクセサリー電源から電源取ろうかなと思います。アクセサリー電源でまあ 50% ぐらい光らすようにして、ブレーキでまあ 100%光るようにしようかなと思います。まあ5極のリレー油かなでやろうと思います。まあそんな感じですかね。で一応今日久々に洗車しましたね、ほんまに。はぁ、疲れた、ほんまに疲れた。久々に洗車してね、久々に綺麗な車になりましたっていう感じですね。まあということで、1週間でもう1週間かかったからね、この窓綺麗にするの。ちょっと今夜やからちょっとよく分からへんと思うけど、昼間もノリのエグかったからね。よう俺あれで運転してればって自分でも思うけど、はい、こんなね中クリアに見えんかったからね、今まではって感じですね。まあ中はそんな変わってないですね。特にちょっとゴミが多いけど、ゴミがねだいぶ、これもうウエスト、マイクロファイバーとかもうそれのゴミもうめちゃめちゃ使った、ほんまエグかったわ。あとはドップケットもこんな感じですね。はい、ということでこれぐらいにしとこうかな。まあ今後またちょっと車の方ねしていこうと思うんですけど、
まあ、とりあえず車も綺麗にして、ちょっとね、あまりにも洗車してなかったんでね、多分ちょっとね、まあ、わかんないんですけど、余裕で、夜なんでね、黒で。ちょっとね、シミがあるんで、それをちょっとね、磨いてちょっと取ろうかなというふうに思ってます。それをまた、何を使おうかなとか、ちょっとまだ未定なんですけど、ちょっとね、頑張って。僕、バフないんで、頑張ってね、手先まで、ちょっとやっていかないといけないんで、それをまたやっていこうかなと思ってます。まあ、今んとこそれぐらいかな、やろうと思ってるのは。そうっすね。でも、ほんまやりたいのは、車庫帳を早く入れたいなというとこです。車庫帳をね、早く入れて、その辺をね、ちゃちゃっとやって、形にしたいなと思います。はい、ということで、これぐらいにしとこうかな。はい、最後までご視聴ありがとうございました。これ結構これ気に入ってる。これ安かったんでね。え、何本やったかな ?5000 円ぐらい買ったかな多分。はい。で、ボックス木タイプ買いました。はい。ということで、この辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございます。